はい、こんにちは、レトスのおのです。今日もお客様からいただいたお悩み、ご相談について、これは宅研合格する上で、すごく注意しなければいけない内容と思ったので、今回動画を作って共有させていただきます。で、今回はちょっと前置きなしで、この問題を自力で解いていただきたいんですね。で、その後注意すべき点、これをお伝えしていこうと思います。で、今日使う過去問の内容なんですけども、令和元年の 問い11のの選択肢2の問題ですです問題読ませていただきます。交土地につき期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合、括弧こ,これをケース1というこれと期間15年を定めて賃貸借契約を締結しようとする場合これをケース2というについて賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合 構成証書で契約を締結しなければ、ケース1の期間は30年となり、ケース2の期間は15年となる。丸か罰かという問題です。ちょっと考えてみてください。いきなり答えを見るんじゃなくて、まず丸なのか罰なのかまで考えてください。一旦動画ストップしていただいても大丈夫です。で、まあ、答えは罰なんですけれども、 〇か×かが重要ではなくて今回お伝えしたい注意点っていうのはキーワードから問題を推測するなっていうところなんですね今回の問題で言うとキーワードは公正証書なんですよこの公正証書っていうのは事業用借地権の要件の一つになってるんですね一応確認しておきましょうこれはもう頭に入れておかなければいけない内容なんでちょっと今回復習みたいな形になるかもしれないんですけども確認しておきます まず一つ目が、更新がない旨の定めがあること、事業用建物の所有を目的としていること、存続期間、契約期間ですね、が10年以上、50年未満で定められていること、公正証書で契約を締結していること、この4つすべて満たすことによって、事業用借地権となるんですね。で この4番目の公正証書という言葉があるから、この問題について、これ事業用借地権じゃないのかなって考えて答えるっていう方がいるんですけども、これは間違いです。これちゃんと問題文読みましょう。まあ、最後の質問内容の部分なんですけども、公正証書で契約を締結しなければって書いてあります。つまり、公正証書で契約を締結しないっていうのが前提の問題なんですね。つまり、まあ言い換えれば、 公正証書で契約を締結しないとき、ケース1では期間30年、ケース2では期間15年となる丸かバツかという問題なんです。つまり、公正証書で契約締結していないということは、これは事業用借地権ではないということなんですね。まあ、通常の普通借地権の話です。なぜそれが言えるかって言うと、更新がない旨の特約ってこの問題書いてないですよね。つまり定期借地権じゃないんですよ。 言い換えたら普通借地権ですでしかもこの問題ちゃんと読むと高土地につき賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合なんでここから借地権の話だって分かるんですねでさらに更新がない旨の特約はない結果的に普通借地権を考えるで普通借地権ということは期間を30年以上で定めること30年未満で定めた場合は30年に延長されますよ このルールが使われるわけですよねなんで今回の問題解くためには借地権の期間っていうのは30年以上で定めましょう30年未満で定めた場合は30年になりますよこれさえ頭に入っていれば解けちゃう問題なんですねで、そうするとケース1については50年で定めているわけだから期間30年以上で定めていますよねなんでこれは ok なんですよ ok だからケース1の場合は期間は50年となります なのでケース1は丸じゃあケース2はどうなのか15年で定めてますよね15年ということはこれは30年よりも短い期間で定めているわけだから30年に延長されるつまりケース2の場合は期間は30年になるのでケース2が×ですよねでここで2つ目の注意点これは問題文全体が丸つまり全て丸であればその問題は丸なんです 一方で一つでもツがある場合っていうのはその問題ツなんですね。で今回の問題っていうのは2つ質問があってケース1とケース22つあるじゃないですか。で2つとも丸の場合は丸なんですけどもどちらか一方ツの場合またはどちらもツの場合っていうのはこの問題ツになるんです。ということは今回の問題丸2がツですよね。なので問題としてはツになるんだ誤りの記述なんだ。 という,ふうに答えを導きます非常に簡単な内容なんですけどもそもそも問題文を理解でできてていななければ間違えちゃうって話なんですよこの問題を解くために頭に入れておかなければいけないポイントはもう借地権の存続期間でも一番最初に出てくる部分なんですよなのでほとんどの人がここは覚えてるんですよでも問題文が理解できないことによって失点しちゃう質問内容がわからないことによって失点しちゃう もうこういった方非常に多いんですねその原因っていうのは日頃から問題文を理解する質問内容を理解する勉強をしてないからなんです私が無料読者さんについても受講者さんについても教えている一番重要なことっていうのは理解学習を実践していくことですよこれなんですこの理解学習の中で一番重要なのが問題文の理解質問内容の理解ここなんですこれができなければどれだけ解説を理解していたとしても 解けないんですよ本試験の問題は解けません過去問については何度も何度も復習するんで解けるようになるでしょうでも本試験で初めて見る問題試験会場に行ってその場で問題を理解しなきゃいけないんですよしかも緊張しているその中で日頃から問題文の理解質問内容の理解これの勉強していない方っていうのは初めにもお伝えをした通りキーワードだけで問題を推測してで結果的に間違えちゃう まあこれを凡ミスという方もいるんですけどもこれはそもそも問題文の理解を日頃の勉強でやってこなかったことが原因なんですなので問題文の理解質問内容の理解これについてはノウハウがあるんで無料でお伝えをすることはできないんですけども個別指導ではそういった内容も含めてお伝えをしています解説しております教えておりますなのでもし自分自身で 問題文の理解質問内容の理解やり方がわからない勉強の仕方がわからないというのであればぜひ個別指導をご検討くださいこれができれば1回で合格できます達見試験はそれほど難しい試験じゃないんですよでもやり方を間違えてしまうと何年も落ち続けてやっぱ難しく感じちゃうんですね実際弊社の受講師様でも3か月で合格している方もいらっしゃいます全く法律知識0から3か月で合格してますこの方が最短です で4か月で合格する方っていうのはもうただただいますもちろん法律式ゼロから初めて、えー、6月ぐらいから勉強を始めて一発合格する方もいらっしゃいますそれも今言った問題文を理解する質問内容を理解する勉強を一緒にやっていくからなんですねもう勉強を始めた時からそれをやり始めるんですもちろん解説の理解も一緒にやっていきますでそうすると問題文も理解できるようになり質問内容も理解できるようになり解説も理解できるようになる これでやっと実力がどん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 上がってくんですね。どれか一つでもないと、やはり実力って一定のところまでしかなかなかいけないんですね。大体が合格点マイナス1点とか2点で落ちるぐらいの実力までしかいかないんです。まあ、そうならないためにもぜひですね、理解学習、あなたにも実践していただきたいと思っております。今言った問題文の理解、質問内容の理解、これを行って今年の試験で絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。 今からであれば、あなたに今年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導はこの動画の下の説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひ内容をご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。